こんにちは、わざおぎりつよです。今日はですね、東京の旧称、江戸の由来について、日本舞踊って江戸を舞台にした物語になっている舞踊っていうのが本当に多いので、江戸ってじゃあいつからいつまでっていうのがちょっと気になったので、調べてみました。なぜ江戸と呼ぶのか。鎌倉幕府の歴史書である東鏡という現代語訳本とかもあるんですけど、そこに初めて江戸という言葉が出てきます。東鏡に書かれている江戸という言葉は実は地名ではなくて人の名前として江戸という言葉が登場します。江戸太郎氏源太が通称江戸太郎とかっていうふうにいっぱい検索したら出てくるんですけど、可愛い名前ですよね。江戸太郎、おせんべいとか豆しばにつけたくなるような名前ですけど、江戸太郎重長という活躍した武将です。人の名前がその東鏡に出てきます。江戸という言葉は地名が先に存在していて、後から武将がその江戸というその名字を名乗った可能性が高いと言われています。年表ちょっと作ってみたんですね。はい、ロボットちゃんです。江戸時代と呼ばれる大体500年以上前から江戸という地名があった、存在していたと言われています。江戸という言葉の意味、漢字で見てわかる通りに、入江の口、江の門との略語、日比谷入江の門頭にあたる位置にちなむとされていて、あと別説では江の多く生えた土地、シソ科の植物でエゴマ油などを取るために栽培される植物ですね、江の土ですね、江戸という説もあります。江戸って一体何年間続いたのか。江戸幕府の誕生からその明治時代になるまで1603年から1868年の265年間というふうに言われているんですけれども、江戸時代の始まりっていうふうに言われているのが秀吉が講じた年であるとか、関ヶ原の戦いで家康が勝利した年だという見方も、いろんな見方があるので、一概に何年間とはっきりと言い切ることが要はできないということですね。通称江戸時代と呼ばれているだけの話なので、江戸時代という言い方を借りると明治、大正、昭和と、あと平成、今ですね、政治の中心地が東京なので東京時代と呼んでもおかしくはないということになります。江戸時代の前半はですね、地方の人々が江戸に住めるようにするために建設ラッシュが起きるわけです。江戸時代の中期、だいたい元禄時代あたりからですね、土木関係者が中心のバブルが、経済が潤うことによって江戸独特の娯楽が歌舞伎だとかそういった娯楽がどんどん発展していったということになります。私が参考にさせてもらった詳しい資料など動画の概要欄、コメント欄に書いておくので、よかったら参考にしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。わざおぎりつよチャンネル、どうぞまた見てください。